これは分からなかった。ある程度たまにしてもらっていいですね。まあ、お願いします。これはお掘り出してもう切れるか。はい、それでもこのまま、これを本当はこの中に入れていくんですよ、うん、次のやつを、うん、面倒しいので、うん、逆の方がいいです。ある程度のところでちょっとバネたな、うん、これある程度の長さで切っとってもらっていいんですよ。意外と
え？あのこんな日が照るか日は。ああ、暑いですね。暑いわ。雨よりかいいですよね。あの鳥居、あれでもいいかったっけねと、白い上空。あ？白い、いつも聞いてるかな、白。いや、汚れますね。なんか汚れていいよね、そうよ。これじゃ抜きが。本当は白でした方がいいんでしょうけどね。いやよ。ゴジラが狙っちゃった。仕方ないですわ。汚れ。これならいいやろ。ああまあ。白装束着てた方がさらには楽でしょうけど、もうこれ死ぬ人でしたら別に使い物にならんじゃん。これ白が使えるな。ああ、これ清武はどこで取られたんですか。清武川。清武川、はい、大体どの辺。ですね、どこら辺警備のかな。イカダイの前。ああ、はいはい。あ、うん、ちょっと、あの、下の方に下った方ですけど。イカダイから下の方に。はい、はい。要するに、うん、河川敷ぐらいですね。うん。虹の足側よ。はいはい。ちょっと一体こう生えてるところがあるので、まあ河川敷だったら問題ない、うん。自由なんで。そうですね、もう。なかなかないんですよ、カヤが。あ、そうですか。はあ、ああ。ちょこちょことは生えてるんで。ええええ。これだけたくさん。まとまって結構いるじゃないですか。なかなか。なるほど。もう、それこそ、あちこち行って、ちょこ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 取る。ああ、その手間を考えると、うん、遠くても、まとまって取れるところの方が。あの、すぐに持ち上げますか。最初作り始めた頃はあの妄想だけをですね、はい、切って割って、うん、で重ねて軸にして、はい、作ってたんですよ。でももうこういうパイプの方がうんもう軸であったら便利だからですね。そうですね。夏だからある程度こうそこまで行くじゃないですか。うん、そしたらある程度こうやってまとめていかないと。でまたそこまた引いていかないと。なってくるか今。本当に満足。いいですいいです。全部終わってからでいいですよ。終わってからじゃないとなかなかですよ。うん。暇やっぱりいいですね、暇は。
こちらの方が、あの雨よけの問いも作られたって。そうそうです。あの、あの材はですね、ええ、あの邪魔になったあのヒノキとか杉を間伐材で、はい、あの神社で植えて、あの製材してもらって使ってるんですよ。そうですか。ああ、なのでそんなに言うほど材料費はかかる。ああ、材料費。ああ、最後ですね。いやー、もうなかなか貧乏神社なのでそういうことでもしていかないとですね。もっと由緒のあることをみんなに知ってもらうといいですね。そうなんですよね、名護神社のこと結構知らない方が、うん、結構いらっしゃるからですね。それはあのちょっと後で。もうこれ一生切る。いやいや、一生切ったらいかん。いかんか。はい。後で切り、後で、あの。いやいや、もう少し。あ、まあそれは後で切ればいい。あ、はい。はい。
すげえ覚えていいこれやけん。買っていけて。あれ、すまない。すまってな。はい。交代でもちょっと行ってこっちマッシュラじゃないですか。マッシュラした？いいよね。頭がポトーンってキリッとしたら深いよ。そうしたもんじゃ。こっちは。こっち。じゃあ、カッパついてれば。サウナに行っておくか。あ、サウナです。自分で取り固めちゃうからさ。いや、そうですよね。トゲを赤切りと、え？ロープは。あ、もちろん。ロープは隠れませんよ。ああ隠すと思えば、
してないことは、ね、多分無理だと思います。この紐が小さくだよ、いいってことだ、紐がもうこれの半分ね。ああ、細いやつですね。うん、だから壁紙で使うは、はあ、あれ。おお、そうなんですね。うん、この切ってみる、いいよ。あれなら、俺は5つぐらい持ってる。はい、行きなさい。来年が覚えたから大丈夫です。 ありがとうございます。お久しぶりです。まだ大丈夫ですよ。いや、はい、ここに。そもそも論言いますか。今のこだわせればいい。ああ。これ面白かったのかもしれません。まあ昔からあったわけじゃないからですね。うん、まあ昔でもどこどこの辺までっていうのはありますけど。いいよ。何の？
この下手すれば暗いでいいよ。普段が暖房でしょ。暖房多いよ。何がいいの。30キロオーバーだね。30日オーバー。6月は30日しか走ってないからね。30キロオーバーだね。じゃあ、練習の時に、今日もだから竹を取ってもらわないときに、何本？今日は2本。その両サイズって。まあ、明日でもいいですけど。はよ、取り終われば、いくわ。で、練習の時に、8の、12本。今ね、大原用のところにいますね。自転車用の8。
最後はちょっとあれですね。これがじゃあ、カドさんは、これを、ここへ乗ってみるよ。ああ、結構乗ります。割れてるから。ああ大丈夫だ。あ、そうですか。うん、この中ですか。
お疲れ様でした。もうちょっと。
違う、少し。下を上って入れないと下がらないんで、次が、はあ、これ3日はあの、はあ、で外す前にあの紐かなんかで上に引っ張らないとダメです。あ、そうだな、はあ、ガシャのところしかからないので、あの、あ、いや、もうそのままこの紐で削り上やろ、あの、あっちの方がいいかもしれん。あっちの紐。うん、トラロープは目立つ。柄が目立ちます。まだ上に上げないといけないからね、うん、その柱につかないといけないので、はい、話しますよ、私、柱の方、いいよ、話しますよ、うん、柱の方ですわ、はい、はい、どうぞ、真ん中、はい、で、あの、この、ここと、ここを引っ張ってくる、ピンと、はい、巻きとこ引っ張ってきてか、この、引っ張って引っ張っていただければ、それにこそもないし、うん、
ついたのはいいですよ。さあ、ひっついてるんだったらいいんです。ちょっと切るんだ。あ、割ともう丸にはなってるんですよね。でもここをちょっと引っ張ったらいいかもしれないね。はい、で、あ、変わりますね。バイバイ。宮崎神宮は横長の楕円でした。楕円形ですか。はい、ちょっとなんか不格好な感じが。高さが、はい、あの人数が多いけど、はい、高さが取れないので多分楕円にして下を 平面にしてたくさん通れるようにしてるじゃないですか、ね。ああ、なるほどですね、はい。人数が多いから。はいはいはい。一応もう真ん中一人ですからね。だからこの斜めとこの横ですね、横のところが。もうちょっと引っ張ってください。これぐらいですね。いいよ。これです。お、本当だ。ああ、じゃあ上側。ああ、なるほどね。余計人それぐらい言われるとに、じゃないですかね。不格好ですよね。あんまり人反射に関係。まあその神社神社の事情に合わせた形で。いいですね。
横に行かせて。ここだと向こうやっとけば動かないんで、ここに行ってみたい。これ柱に切り付けるようになります。いいか。待ちよ。この横ついてる向こうは、今はここまでここ切らんと、お疲れ様でした。あとは先を立てれば終わりですね。